ディエゴ・ファッブリーには、イタリア・サン・ジュリアーノ・テルメ出身の、元同国代表サッカー選手。FC ディナモブ・カレスと所属。ポジションは FW。エンポリー FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2009年8月21日、ピアチェンサカルチョ戦で、プロデビューを果たした。2011年、ウディネーゼ・カルチョに共同保有の形で移籍した。 2013年1月31日から半年間、US チッタディパレルモに期限付き移籍した。2013年7月19日、ウディネーゼと同じく、ジャンパオロ・ポッツォが会長を務めるチャンピオンシップのワトフォード FC に同僚の6選手と共に加入、2017年までの契約を結んだ。2014年1月31日からシーズン終了までセリエ B の AC、 シエーナに期限付き移籍した。翌年1月16日、チャンピオンシップで会に苦しむミルウォール FC に93日間のレンタルで加入した。3月27日からシーズン終了まではバーミンガムシティ FC へのローンで過ごした。2015から16シーズンはミドルズブラ FC への期限付き移籍でプレーすることとなった。 シーズン前半戦を首位で折り返したクラブで24試合出場6得点を記録した。2016年1月27日、バーミンガムへ完全移籍で復帰した。3年半の契約で移籍金は150万ポンド。しかし移籍後は得点を上げられず、翌年1月24日にセリエ B のスペツヤカルチョへローンで加入し母国に帰還した。2017年7月、 レアルオビエドへ、レンタル移籍。2018年9月、FC、ボトシャニへ移籍した。2019年5月28日、PFCX カ・ソフィアへ3年契約で移籍した。その3ヶ月後、FC ディナモブカレストへ移籍した。イタリア代表として、U、U-21 代表でプレーした。2012年8月15日、イングランドとの親善試合にて、A 代表デビュー。 ありがとうございます。